ダグ・ウィリアムスはアメリカ合衆国ルイジアナ州ザカリー出身の元アメリカンフットボール選手。黒人 QB として初めてスーパーボール MVP に輝いたことで知られる。アフリカ系米国人を主な対象とするルイジアナ州グランブリング州立大学出身。4年時の1977には QB として3286パスヤード。 38タッチダウンを記録して AP 通信選出のオールアメリカンに選ばれる。大学通算8411パスヤード8354トータル攻撃ヤード93タッチダウンは NCWA 記録。1976年9月4日、日本の後楽園球場で行われた初のアメリカ以外での NCWA 公式戦であった。 パイオニアボール出場のためで来日。翌1977年12月11日にも、第1回ミラージュボールに出場するために来日した。1978年の NFL ドラフト前に、当時、タンパベイバッカニアーズの攻撃コーディネーターであった、ジョーギブスに注目され、タンパベイバッカニアーズからドラフト1巡目で指名されて、契約を結んだ。NFL の先発 QB としては、 最低年俸の12万ドルであった1979年に NFC チャンピオンシップゲームに進出するが、ロサンゼルスラムズに敗れている。1982年まで5シーズンをバッカニアーズで過ごしチームは3度プレイオフに進出したが、1982年シーズン終了後、当時オーナーだったヒューカルバーハウスとの契約でもめて、チームを退団。 1983年から1985年まで、新興リーグユスフルのオクラホーマーアウトローズでプレーした。1986年に、ユスフル消滅に伴い NFL に戻り、バッカニアーズ時代に QB コーチだった、ジョーギブスがヘッドコーチをしている、ワシントン・レッドスキンズに加入した。当初は先発 QBJ、シュローダーの控えだったが、1987年の、 シーズン開幕前は、出場機会の少なさからトレードをギブスに訴えたが、途中に肩を故障したシュローダーに代わり先発するようになった。プレーオフで、シカゴベアーズ、ミネソタバイキングスを破りチームを第22回スーパーボールへ導いた。彼は、黒人 QB として、初めてスーパーボールに出場、第1球途中に QB サックされた際に左膝を痛めて退場し、 シュローダーが2プレイ彼の代わりを務めた後フィールドに復帰し第2級になりフィールドに復帰すると4つのタッチダウンパスを決める活躍を見せレッドスキンズは1球に35得点を挙げる猛攻を見せてデンバーブロンコスに42から10で圧勝しパス29回中18回成功340ヤードを投げた彼が MVP に選ばれた 翌1988年もエース QB としてプレーしたが怪我でマークリッピンに先発の座を奪われ1989年シーズン終了後プラン B リストに掲載されフリーエージェント市場に出たがそのまま引退した引退後はジョージア州アトランタのモアハウス大学や母校であるグランブリング州立大学などでコーチを歴任した後2004年から タンパベイバッカニアーズの役員を務めている。1998年に行われた第32回スーパーボールではコイントスを行っている。ありがとうございます。